殺人の疑いで逮捕された高崎勇也容疑者は今日午前5時半ごろ、川崎市宮前区の自宅マンションで妹の南さんの首を包丁で切りつけ殺害した疑いが持たれています。高崎容疑者は午前11時前に近くの交番に自首、マンションの部屋で南さんの遺体が見つかりました。調べに対し妹の首を刺したと話し、容疑を認めているということです。